いつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます友達式コーチング認定マスターコーチの青山龍ですえっ、ー、とこれまでもですね一貫してこのチャンネルではコーチングマインドの使い方についてですねえっ、ー、お伝えしてきておりますけれども、えー、まあ元祖コーチのルータイスそして友達博士から学んできたその理論をですね変えることもなく、えー、しっかりとそのまま伝えていくようにしてきてます もちろんその事例をお話しするきは個別具体的な事例こんなことが起きたあんなことが起きたというのは、えー、それぞれファクトベースで、えー、合わせてお伝えすることによってですね、えー、皆さんがそれぞれの,あの場面に応じ,応じてそしてそれぞれのその状況に応じて、えー、応用を聞かせて、えー、いただけるような話をお伝えしてきているつもりでおります。えー、っとそれでですね前回だったかなあのー えーまあ、コーチ、プロのコーチになる人はトップコーチをぜひ目指してほしいという中でトップコーチはどういうマインドなのかということでルー・タイストマウチ博士のマインドの一部をです、ねえー、とお伝えしました。それは、えー、中小の高いゴールを本気になって追いかけるということですね中小の高いゴールというのはあのより多くの人がハッピーになるような、えー、ゴールということですね。できれば地球上の全人類が 利益をを、得るるよよううなななハッピーになるようなゴーにゴルをもちろん自分も一緒になってハッピーになっていいわけですから自己犠牲があるような利他的なということではなく自分も含まれたアンセリフ死ということですよね、えーと。自分のことだけではなくて世の中のことを考えそして自分も一緒になってハッピーになっていくという方向性のゴールを本気になって追いかけていくと。 いうところ、その軸が非常に大切なところであり、まずは入り口からそこから入っていくっていうぐらいな気持ちで自分は捉えています。えー、まあ、繰り返しになりますけど、自分は一番最初にルータイス・トムブ博士にあの出会ったとき、ダブル講演会に参加したときにですね、そのメッセージを強烈に受け取りました。 ですから自分はプロのコーチになって活躍するという映像の根っこにある部分はやはり同じようにですね世の中から戦争差別をなくす飢餓をなくすいじめをなくす、えー、とそういったところをですね飢餓をなくしていくというような方向性で、えー、自分自身のやりたいことをどんどんやっていくと。 いうそういうイメージですね、そういうゴールを設定して、今に至るわけですけれども、まあ、入り口がそこだったので、全くぶれることなく、そして今は認定講座で、体、えー、数式も、玉淵式も両ともあの認定講座させていただいておりますけれども、えーまあ、その認定講座に入られる方、受講生の方に冒頭でお伝えするのは、まさにこの部分であるということですね。 でそうするとです、ね、自分のこと、抽象の高いゴールをあの本気になって追いかけていくと、抽象の低いゴールは、実は気づいたらクリアしているということが、当然ながら土地で分かってくるということでもあります、だから自分だけの利益のゴールをあの設定しちはならぬということではないですよ、だからそこは誤解がないように、ゴール設定は自分自身でやることですから、えー、それを。 こういうゴールがいいよというようなその、えー、価値観を押し付けるつもりは全くないので,あく,まであくまで参考にしていただきたいと思うしとはいつもやっぱり認定コーチになって、えー、大活躍したいという方どんどん増えてきていると思うんですけどそういう方に向けては、えー、一番最初そういう入り口から入っていただきたいなという本音の思いとして、えー、お伝えします。これはは自自分自身のの本音の思いといとうよりは まあ、ルータイス友達博士の本音の思いであるというふうに捉えていただければと思います、えー、そうやって自分は受け取ってそして自分もそういう方向性に向かいそして、えー、コーチ育成の場でもそういうメッセージをしっかりとあのバトンを渡していくということで捉えていただければと思うんですけれども、まあ、その中でですね自己実現のゴールがなぜダメなんですかというような質問が来たんですね。 これは決して自己実現なるゴールをあの追いかけてはだめですということを言っているわけではなくてですね、えー、っと自分だけの、うん、利益を得るようなゴールそこだけを最終ご到達地点としてのゴールとして、えー、活動していく。そそれれがまさにプロのコーチがそれをやるとですね クライアントに対して、えー、どういうイメージが <laughs> 伝わるかというところをすごくあの考えなくてはならないところだと思うんですよね。少なくともコーチングを学んで、えー、と結果を出していきたいと。大きなあの そうですね、ゴールを次々と達成していくような人生に切り替えていきたいという方そして、それをさらにプロのコーチになってコーチを広める側になりたいという方であればです、ねえー、自分の,そのまさに自己実現的なゴールはおそらく、まあ、設定、仮にしたとしてもです、ね、実現すると思うんですね。 そうではなく、それ以上の抽象の高いゴールを本気になって追いかけていたら、それが実現できていたとか、うん、いうレベルかなと思います。とは言いつつも、トマ・ブジ博士は実自己実現のために、自分の利益を得るために、このコーチングを使ってもらっては困るというメッセージも実際は出しているわけですね。 それはやっぱり世の中のために、より良い社会にしていくために、より良い世界を目指すために、このコーチングをしっかりと学んで、しっかりと実践して、そういうゴールを追いかけてほしいというのが、えぇ、ー、友達博士の強烈なメッセージでもあるし、それはまあ、ルータイ数も2012年なくなりましたけど、同じメッセージを、えー、我々は受け取っていました。だから、そこはですね、あの、誤解がないように。で、まあ、最近、<laughs> あの、 えー、例えばあの政治家になってで、最終的には大臣で総理大臣を目指す、それはあのー、ほとんどの、すべ、えー、ての国会議員がそういう議員さんはですね、えー、目指していくんだろうと思うんですけれども、それを決して、えー、と否定することではなくてです、ね、じゃ総理大臣になって何をするのかですよね、総理大臣になることをゴールにしている人がいませんかという問いかけですよね、これは。だから、まあ、あのー、ね これだけ当選回数を繰り返してきたら次は大臣だとかね、その先は最終的には総理大臣だって,、ね、っていうような、自分の利益ですよね、そういうものだけを追いかけていくと、それはたまったもんじゃないですよね、大議士ですから、国民の代表ですから、えー、国のため、そして国際社会の日本のため、そしてより良い、まあ、国のリーダーですから、世の中のため、世界のために何ができるのかを本気になって考えると。 いうことがあって初めて総理大臣というポジションを狙うということであるべきだと思うんですよね、それはもう多くの人がわかると思うんですけども、ところが、えー、っと多くの場合はそうじゃないんじゃないのというのが、えー、友達博士からの時々出るメッセージですよね。じまああ議議員がねあの大議士がねのの士国会議員がです、ね、自己実現のために そういう職業をやられちゃ困るよねって、まさにそうですね、国民のためを第一に考えないとということですよね、世界のために何ができるのかを考えるということですね、そこに私利私欲があっては困りますよね、当然ながらね、当たり前ですよね、そんなのは、まさにコーチもそういう視点であの、プロのコーチを目指してほしいっていうのは、まあ、ルー、友渕博士の思いであるということを、しっかりと押さえていただければと思います。 えー、人から恋に見られたいとか、多くの人から称賛されたいとか、経済的なあのう年収をどんどん上げたいとか、そういうゴールとかです、ね、こういうポジションに自分なりたいんだというような、ね、役職を目指すよいうなそういうゴールはゴール設定としては全然ふさわしくないですよというのは、散々、えー、このチャンネルでもお伝えしてきてますけれども。 あえてその詳しい話はここではしませんけれどもね、ねそのゴールを達成して何をするんですかと、どういう活動をするんですかと、とその活動が世の中のためにどのように役に立つんですかと、そこをしっかりと見極めるのがまさにプロのコーチとして、ですね目指す方はぜひそこまで最初から考えて、ゴール設定をして。で よしそういう意味で自分はプロのコーチを目指すぞという方はぜひ認定講座、友美式コーチング認定コーチ要請講座もあるし、パフォーマンスエンハンスメントコーチング認定コーチ要請講座もありますので、ぜひです、ね、そこをあの飛び込んでいただければと思います。お待ちしております。 と、えー、ということで自分自身はあの元祖コーチのルータイス、友内博士からこういった強烈なメッセージを受け取って、そしてそれを自分自身もそういう方向性を目指しつつ、そして、えー、コーチ育成の立場に今なってますので、そういう,うーコーチ養成講座の中ではです、ね、そういうメッセージをしっかりとあの、まあ、次の、ね、コーチたちにお伝えしているということをご理解いただければと思います。あの ゴール設定をこういうふうにするべきだというふうにね、えー、何か価値観を押し付けているということではないということをしっかりと理解した上で、ぜひ、抽象の高いゴールの設定の意味というのをですね、いま一度考えてみていただければいいんじゃないかなと思います。えー、ということで、今回は以上です。ワクワク様でした